サラエボ県、サラエボ県、サラエボ県、ボスニア語、カントンサラエボ、クロアチア語、サラエーブスカジューパニア、セルビア語、あるいはサラエボカントンは、ボスニアヘルツェゴビナの構成主体である、ボスニアヘルツェゴビナ連邦の県。県とはサラエボ。サラエボ県は、基本的には、サラエボの市街地によって構成されており、ボスニアヘルツェゴビナ連邦に属している。しかし、 サラエボの一部は、ボスニア・ヘルツェゴビナのもう一つの構成である、スルプスカ共和国に属している。サラエボ県は、サラエボの人口の98%を、包含しているが、面積ではその割り合いは、より少なくなる。この地域の歴史は新石器時代、ブトミル文化、バトミールがその拠点をこの丘陵地帯に置いた時点まで、遡ることができる。古代、この地域は、 イリュリア人によって占められていた。地元の部族、D ・シテイツが地域のほとんどを支配下に置いていた。D ・シテイツは戦闘的集団であり、ローマ帝国の支配に抵抗し続けた最後のイリュリア人の部族であった。しかし、西暦紀元後9年にはローマ帝国の支配下となった。ローマ帝国支配下では地域内でも現在のサライボのイリジャにあたる場所で、 多くの道路が建設された。中世において、サラエボ県にあたる地域は、ボスニア王国の重要拠点となった。ブルフボスナは、ボスニア王国で最も重要な拠点の一つであり、この地域のどこかに存在していた。1461年から1463年にかけて、オスマン帝国の支配下に入り、地元のイスラム教徒の貴族、イサ・ベグ・イースコービッチが、 現在のサラエボへとつながる都市をこの地に築いて以降、この地域は大きく開発が進められることになる。そして大きく成長し、間もなくバルカン半島においてイスタンブールに次いで重要な都市となった。後にこの地域を含むボスニアヘルツェゴビナは、オーストリアイコール、ハンガリー帝国の支配下となり、地域の近代化、西欧化が進められた。社会主義体制のユーゴスラビアの支配下では、 ユーゴスラビア政府によって地域は大きく開発が進められ、その大きさは以前の3倍以上に拡大した。しかしながら、1990年代のユーゴスラビア紛争によって大きく痛手を受けてしまった。その後、1994年のボッシュニャク人勢力とクロアチア人勢力の間で交わされたワシントン合意によってサラエボ県の設置が決定され、 1995年のデートン合意によってその領域が定められた。他のすべてのボスニア・ヘルツェゴビナ連邦の県と同様に、サラエボ県にも主犯として知事がいる。2008年現在の知事は、サミル・シライジッチ、サミール・シロジェックである。知事は独自の内閣を持ち、共に県の行政を担う。県は同様に、省、部局や機関を持ち、 県の行行政を行っているサラエボ県は9個の基礎自治体に分けられている。それらのすべては県内の大きな町を基本としたものであるが、サラエボは例外である。サラエボは巨大であるため、4つの独立の基礎自治体に区分されており、それぞれが異なる市役所を持っている。ここの町そのものには行政機能はない。いくつかの町村からなる。 基礎自治体が最小の行政単位であり、大きな町は大抵、その町と同じ名前の基礎自治体の中心部となっている。例として、イリジャという町は、イリジャ基礎自治体の中心である。これらの基礎自治体の政府が実際にはその町の市役所として機能している。日本でいうと、基礎自治体は、行政単位としての市町村、町や村はその中に含まれる区画となる。 サラエボ県は、ボスニア・ヘルツェゴビナの典型的な地理的特徴を持っている。サラエボ県は、ボスニア・ヘルツェゴビナの中央に位置し、ブエラシュニツァ山、イグマン山、ヤホリナ山、トレベビジ山、トレスカビツァ山、などの山々がある。県内の都市はそれぞれ山のふもとの丘陵地を占めるように建てられており、それらの間には平原が広がっている。その中で、 最も代表的なのがサラエボ平原であり、都市の大部分はその小さな窪地の上に建造されている。ミレアツカ川が県内を流れている。県内に位置しているブレロボスネはボスナ川の源流の泉である。かつて地域はボスニアヘルツェゴビナ紛争時のサラエボ包囲によって大きく打撃を受け、経済状態は徐々に回復傾向にあるものの、 未だかつての水準までには至っていない。就業率は公式には45.5%となっているが、飲料経済、灰色経済の就業率が20%から30%程度あるとされ、実際の失業率は20%程度であると見積もられている。県の主な産業には観光業、食品産業、製造業がある。 いくらかのボスニア・ヘルツェゴビナの主力企業がこの県を拠点としているほか、コカ・コーラなど多くの外国企業の拠点が置かれている。サラエボ県はサラエボとその衛生都市を包含している。サラエボはボスニア・ヘルツェゴビナで最大の都市であるため、サラエボ県はボスニア・ヘルツェゴビナ連邦の県としても最大規模人口を持っている。2002年の政府の統計によると、 サラエボ県の人口は70万1118人であった。サラエボ県の人口密度はおよそ314人、平方キロメートルであった。県の人口のうち17.3%は14歳、以下、69.4%は15歳から64歳、13.3%は65歳以上となっている。民族別に見ると、 人口の79.6%はボシュニャク人であり、11.2%はセルビア人、6.7%はクロアチア人である。最も民族構成が単一なのはスタリグラードであり、人口の98%はボシュニャク人である。サラエボ県に存在している9つの基礎自治体のうち、人口が最大なのはノビグラードであり、 その人口は296,588人である。一方、人口が最小なのはトルノボであり、その人口はわずかに839人である。サラエボ県には9つの基礎自治体が存在している。ノーウィッキー、ノーウィッキー1、5、6、7の基礎自治体は、サラエボの都市の一部とみなされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。